さん、おはようございます。ですね、本日ですね、ここにおられるですね、現役の方、目の前の第4名と、あともう1人の方、計5名でですね、大阪市の IR 事業についてですね、大阪市が IR 事業者に、峰島の地域を、貸し付ける、賃貸借契約をしようということ、および、それについてお金を出すということについて、差し止める住民訴訟を提起いたしました。今、訴状自体はですね、裁判所には提出しておりまして、今、裁判所における審査中でございます。これはですね、皆さんもご存知のように、5月11日に、監査請求をいたしまして、その結果、7月8日に不調という、またこう変わったんですね、結論が出ました。でそれについて、監査委員の方では結論が出なかったということで、改めて住民訴訟という手続きを取っております。まず、弁護士のですね、原告代理人の弁護士の方、豊永の方からですね、簡単に事案の概要、訴訟の中身の概要についてご説明させていただきまして、でそれから、ですね、原告の方にですね、事件についての、思い、あるいは、やっぱりこの事件の問題点等について、話していただくと、そういう流れで、進めさせていただきたいと思いますので、しばらく、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ですね、今先ほど申し上げましたように、同じですね、監査請求人5名で、同じ原告と同じメンバーの 5名が監査請求人となって、5月11日に大阪市に対してですね、賃貸借契約の差し止めを求める監査請求を出しました。ところがですね、7月の8日にですね、結論としては、不調という、先ほど申しましたように、かなり変わったというのか、異例の結論となりました。不調となった理由としてはですね、監査委員の中の意見が合わなかったということでございます。また監査結果の方もですね、これ見ていただいたらいいかとは思うんですけれども、ですね、監査委員の中にはですね、やはりこの契約はこの契約の締結は止めるべきではないかと、止めるように勧告しろというですね、そういう意見を持っておられる方がいらっしゃいまして、それで結局意見が分かれて、不調となって、大阪市としては結論が出なかったということになりました。監査請求で不調というのはですね、別に全くないというわけではないんですけれども、かなり意見が分かれた事例としてはですね、かなり珍しい事例かなと思いますし、ある意味で監査委員の中にも、極めて、真っ当な良識を持っておられる方がいらっしゃったんだろうなというふうに、我々、請求人、あるいは原告の方としてはですね、非常に心強く思って、今回の裁判に臨んだ次第です。で、ですね、監査請求とですね、住民訴訟の、中身については、基本的には大きな違いはないというふうにご理解いただいて結構かと思います。基本的にはですね、まず今回のですね、IR の事業用地とされている峰島が地区がですね、土壌汚染のあるその、軟弱地盤で年間2000万人が来場する大規模集客施設を作ると、そういう計画でございますので、それ自体が無謀な建築計画であろうということがやっぱり一つ大きな点でございます。またですね、年間2000万人が来場するという事業計画自体もですね、これも全く絵に描いた餅ではないかということです。で、それにもかかわらず、大阪市が大阪 IR 株式会社と締結しようとしている契約ではですね、土地課題対策費用と称して、すでに788億円の支出が予定されています。で、しかもそれだけではなくてですね、しかもですね、その金額だけで済むという保証は、この計画には全くないんではないかというふうに、我々は考えています。むしろですね、土壌汚染、液状化、あるいは地盤沈下というですね、費用は、今後もさらに増大していくのではないかと、そのぐらいですね、本来、事業に適さない埋め立て地であるというところが、我々の主張の大きな主張の柱でございます。で、このような事業計画とするとですね、大阪市の未来に対して大きな負の遺産を残すことになるのではないか。ですから、やはり契約を締結する前、
あるいは、火を停止支出する前に止めなきゃいけないというのが、まあ、今回の住民訴訟の、趣旨でございます。であとですね、事前に細かな話になるんですけれども、事前の配布版とですね、ちょっと異なる部分がございますので、その点について若干ご説明させていただきます。まず請求の趣旨なんですけれども、言葉の問題でありますが、請求の趣旨のですね、見ていただいたら、事前配布版の方を見ていただいたらいいかと思うんですけれども、請求の趣旨の、第2項とですね、第1項と第4項のところで、もともとのですね、事前配布版では賃貸借契約を締結してはならないということだったんですけれども、言葉としては借地権設定契約を締結してはならないという言葉に変えております。まあ、法律的に細かいことを言ったらいろいろあるんですけれども、趣旨は変わりません。賃貸借契約も借地権設定契約も趣旨は変わらないものとして、表現の問題での変更だというふうにご理解いただいたらいいかと思います。あとですね、中身の部分について言いますと、事前配布版のですね、第3の1のカッコ3と、同じく第3の3のカッコ3ですね。目次を見ていただくとですね、第3の1のカッコ3、経費負担の対応という部分とですね、第3の3のですね、カッコ3、大阪公安局の目的および独立採算等に、採算性等に違反していること。この部分について、少し中身自体は本質的には変わらないんですけれども、少し中身を変えさせていただいてます。事前配布版と実際に提出したやつですね。で、変えた趣旨というのはですね、もともとの事前配布版だったら、その一般会計から直接ですね、お金が出されるかのように、ちょっと誤解されかねない表現になっておりましたので、そこのところを明確にするために、訴訟の提出版、だから今回、今日お配りするものについては、そこの部分を、そういうちょっと誤解を避けるような形の表現にさせていただいてますので、そこの点はちょっとご注意いただけたらなと思います。で、あとですね、事前配布版もですね、今回、今日配布したものも変わりませんけれども、ちょっと請求の趣旨のですね、概要について簡単にご説明させていただきます。中身を見るとですね、全部で6つの請求の趣旨となって並んでおりますがですね、まず、被告をですね、被告大阪市長 と、あと被告大阪公安局長というふうに2本立てにしております。これはですね、まあ、おそらく、ですね、実際に実施をする行政庁としては、まあ、公安局長であるだろうなというふうには思うんですけれども、ただここら辺はちょっと我々外部からではですね、なかなかわからないところと、まあ、訴訟上ですね、被告をちょっと落としたりするとですね、後がかなりややこしくなったりするという、まあ、ちょっと訴訟技術的な部分もございまして、被告大阪市長と被告大阪公安局長と2本立てにしています。だから請求の1から3までが大阪市長で、4から6までが、大阪公安局長ということに、なっております。で、ただですね、ちょっと行政法の議論になっちゃうんですけど、行政庁としては違うんですけれども、行政主体としては同じ大阪市ですので、まあ、皆さんが基地に行くレベルにおいてはですね、さほど細かくですね、気にされる必要はないかと思うんですけれども、一応パッと見ると、なんで2つなのと皆さん思うかもしれないので、今ちょっとそういうふうにちょっとご説明させていただいております。それで、今度その趣旨の中身なんですけれども、結局我々の今回の趣旨の中身としては、まず契約を止めること、まあ、これは借地権設定契約を止めることと、あともう一つはですね、土地課題対策費用の支出を止めること、この2点でございます。支出を止めることという部分はですね、被告大阪市長、大阪公安局長と分かれておりますが、請求の趣旨の3項と6項ということになります。でですね、契約を止めることについて1項と2項、あるいは4項と5項とちょっと2つに分かれているのは、これは借地権設定契約の中で土地課題対策費用を負担しますよという合意がですね、含まれるのか、それともちょっと別途合意を締結するのか分かりませんので、
あの念のため広く網を広げて、2つに分けたという趣旨でございます。あの借地権設定契約の中で、あの土地課題対策費用を負担しますよという合意が入るのであれば、単純に借地権設定契約を止めたらいいんですけれども、そこも分かれ、あの契約の締結の仕方としては分けてされる可能性があるので、2項であえてその土地課題対策費用を負担するという合意の部分についてだけ抜き出して止めるということになってますけれども、あのまあざっくりとはもう借地権設定契約を止めるんだということが、この訴訟の目的であるというふうにご理解いただいていいかと思います。はい。で、以上がですね、原告の方々に、あのお話をいただく前にちょっとあの事前の説明として必要な部分だと思って説明させていただいております。まだあの中身については、あの後のですね、あの質問等でまたしていただいて結構かと思いますので、引き続いてじゃあちょっと原告の方の方からお話をいただきたいと思います。原告の中野と申します。私はあの大阪市内で不動産の賃貸業をやっています。一応ビジネスに関しては MBA を取っていますので、そういった視点から今回のことを見ています。まず住民感謝請求が合議不調に終わったということが、やはりこのプロジェクトそのものが利益が大きいんではないかということを示しているんではないかと思います。まあ、一つは自治体が進めるプロジェクトという観点から見ても、あまりにも詰めが甘く、費用負担の判断やコスト削減への意識が薄い進め方になっているということです。あるいは公が進めるものの中の大きな観点としては、最小経費最大効果という考え方があると思うんですけども、リスクを最大限ミニマイズするという視点にも欠けている。とにかくプロジェクトをやってしまえばいいみたいな形の進め方になっていて、リスクについての視点が非常に少ない。それから、実態が行う傾向としては、他との比較で見ても不公平感が非常に大きいものがある。通常その貸し担保責任に関してはほとんどそのまま購入者に負担させているのにかかわらず、今回は大阪市がその貸し担保責任を負うという、しかも無制限に負うというような形になっているというのは非常に異様な感じを受けています。で、大阪市側の判断と思われるようなものが担保請求の結果にも書いてあるんですけども、言ってるのはそういうふうに思われるみたいな表現が多くて、エビデンスがほとんど示されておらず、また今回のその過程において情報が開示されていないことが非常にたくさんあって、私たちが開示請求をしていくことによって、あ、こういうことなんかということも分かることも多い。非常に遺憾な進め方をやっている。住民が判断できる情報を開示すべきであって、そのこともさらにこの訴訟を通じて明らかにしていきたいと思います。で、非常にその重要な本計画が成就するかどうかという情報に関してもほとんど開示されていません。そのことが、巨額な公金を投じるのに、本当にその事業財産が不明な、かつ曖昧であるというこのプロジェクトを、そのまま議会の議決があったからといって進めていっていいのかというふうに思っています。で、地方自治体の目的が本来住民の最大限の幸福福祉であるはずなのに、そうではなくて、政党の野望達成になってしまっているというのが今回のプロジェクトの大きな問題ではないか。そのために自治体の存続すら危うくするかもしれない行政手法と手続きを取ろうとしている。だから何としてもこれを止めないといけないと私は思っています。政党幹部が首長になるということによる行政の暴走を何とか司法にストップをかけてもらいたいと願っているのが今回の提訴の大きな目的です。以上、ありがとうございます。
短時間に原告の稲森豊と申します。メディアの方では元市議会議員ということでしょうか。それと私は1994年バブル停止ビルが完成した時、磯村市長の時代ですけども、その当時から、市会議員で、建築が専門ですので、ね、都市計画市議会とか、デイエリル建設について、さまざまな意見を申し上げてきました。で、そういう中で、今回の提案があったわけですけれども、デイエリアの開発については、皆さんご承知のようにも、ほとんど失敗してるわけですね。で、これからやっぱり教訓を学ばなきゃいけないということで、特に失敗の原因として、ね、巨大な借金事業であるとか、需要を正確に使わなかったために、その通りにいかなかった。そして一番の問題は、有名なって、デイリーエリアという範囲、人工島の条件をね、これ無視していたという、こういうのが大きな要因に立つことを認識しているわけです。で、今回の提案を見ますと、やはりそれを踏襲するような過ちを犯しているということで、今回の訴訟に参画をしました。で、特に今日はこの例示の中で、真ん中辺で基本協定第9条4項4項の、IR 株式会社が基本協定を解除する条件というのを明確に書いております。で、さまざまな地盤問題について問題点が出てきた場合はですね、解除できるということになってますのでね。で、実際に今の状況を見れば間違いなく、IR 株式会社が例を捨ててくるような時代が必ず出てくるだろうということで、そのことについて特に述べているので、で、一つはね、今までこのような問題について、12か多政府があったんですけど、先ほどの弁護士の方から言ったように、合理不当とかね、これは極めてレア、まねなんです。ほとんどが市長の提案、裁量権であるから、合理的だったので、中身を検討することなく、却下という事態があったので、今回は、住民が査定する監査委員の中で、我々の政府民の主張をほぼ全面的に、ね、支持するという方がおられる。これは本当に非常に大事だと思うので。で、それとですね、いろいろ今、これ以上の負担がないという状況ですが、それ以上の負担は出てこないということを盛んに私たちがおっしゃってるんですけどね、これは私の提言からしてですね、今の海島の地盤状況を見ればそれは全く考えられない。で、同時にね、この大阪 IR 株式会社もそういう海島がどういう実態かというのを当然事業をね展開するわけですから十分認識してるわけです。でもそこらへんね、やっぱりぜひとも知っていただきたいなと思う。で、それと同時に今度の訴訟の争点っていうのは外形的な問題もあるんですけど、私は土質工学、いわゆる自然科学のテーマの部分ですね。これはやっぱり政策的、裁量権で左右されない客観判断が下される可能性が大きいというふうに期待しております。で、それと同時に、ご説明のように、このIR 予定について住民投票を求めるとか、こういう運動も広く広がっているんですけど、府民の皆さんがもう非常に関心を注目しているということで、今度のこの訴訟というのは意義があるんじゃないかと期待しております。と同時に、これは理屈の問題じゃなくて、今同時進行しています。もうすでに事業が進んでいるわけですから、今我々が問題提起していることが実際に事実でもって検証されるということですので、これからの IR、その前に万博があるんですけども、その中で具体的な矛盾点が出てくるだろう、そういうことでも期待しているんです。で、一点だけ具体的な問題でですね、
夢島というのはどういう島なのかというのこれが最大の焦点なんです。でいろいろ岸田さんの中でも今までの中でもね関心を持っておられて、報道していただいてるんですけどねやっぱり 100% この今の夢島の立地問題について理解していただいているかどうかというのは、ね、ちょっと私は誤解されている点とか理解が不十分だなということを特に感じているわけです。で、途上で言えば41ページですか、ここで液状化の費用の部分ということで、私が述べているんですけど、事業者もこの夢島の実態を十分熟知してますよという部分があるんですけどね。でそれがどういうことかと言いますと、公開請求の中でね、土地に関する課題ということで、大阪市の中で、特別緑地ということで、幹部も含めて検討会を開いてるんですね。でそこで、2つ、まあ、これは予防公開の中で、1つは令和3年の1月の段階で、土地に関する課題ということで、注目してるというのがあります。でその中では軟弱地盤と土壌汚染、液状化、地中埋設物、この4点というのが問題になるということですね。それは大阪市は認識していましてですね、事業者が工期への影響が大事だと、そういうふうに、あるいは事業者からはね、人家のこのデータをきっちりと欲しい、極めて不足を受けるというようなことを言われているという問題ですね。土壌汚染については、その土壌をどう処理するのかというところも言われている。それと液状化についてはですね、液状化はしないと言われているんだけど液状化が存在する可能性があるということ、それと大阪市によるね液状化対策をやった後に土地を提供してくれということをこの当時で事業者が要求しているわけです。でもあと地上の埋設物についても問題があります。こういう問題があります。それからですね、その後6ヶ月のうち6月の時点でね、もう少しそれが具体化になってきてですね、事業者が具体的にどういうことを要求しているかという液状化に対する事業者の意見という求めている部分がありまして、ね、そこでね2つの問題を基本的には、1つはね夢島特有の軟弱地盤、要するに夢島というそのものがもう軟弱地盤で不適切だということを知ってきているわけです。で夢島のにおける、大規模開発というのはね、支持基盤、鉱石層、島の一番底辺の そこが超ピンチン化する極めて地盤上まれない地盤条件で施設建設になるんでね、地盤対策、沈下対策だけで複雑なね、それだけでも高難度の技術検討が生じている関東の地盤沈下もありますんでね、そういう基本的な問題点と、それ同時にね加えてこういうような地盤状況の中でさらに液状化が生じた場合に建物に対する技術っていうのはこれ未知、まだ生まれな、ね、ケースですんでね、そういったことについて考えたならば、地盤沈下とか液状化の複合的な影響をね、建物だけでそれを抑止するっていう方法では確実な安全性が担保できないっていうことを事業者が言ってるわけです。でそういう中でこういった大きな事業をやるわけですから、きっちりとこの液状化の危険のない土地で開発をするべきだと、別の土地でやるべきだということも事業者が要求している。で結論としてですね、万全な液状化対策が必要であり、大阪市で敷地全体の地盤改良を行った上で土地を引き渡す必要だと。だから夢島の状況を見ればそう大変しいことではないですよということを事業者はこの時点で認識してたわけですね。ところが今回提案されている地盤改良というのは一部埋め立てた部分に土地を固める手法でもって対応するというね、そういう
対策でも至らないと言っているというわけですから、その事業者が求めている基本的な改良をもしこれ要求していたならしたならばですね、この基本条例の19条で拒否できない、将来のだってそういう恐れがある場合は対応するということになってますんでね、そうすると当然その必然的にこの工事が膨らむことは明白であると、この点は住民監査請求の中で主張したんですけど、反論はしてきてるんですけど、その基本的なデータを示して反論してきてないんで、ね、今度の訴訟の中ではぜひともその点を詳しく解明していく。最後にね、今ご説明の万博で大柄の屋根型のリングね、直径600メーター、あれが安全かどうかっていう議論になってますけど、私はこの IR の以前の問題として、まずこの万博の大型リングで の地盤の問題っていうのが、必ず2025年までに浮かび上がってきますんでね、その時にね、実は万博協会もこのこと非常に気にしてるんですよ。で我々に対し、一般市民に対してはね、夢島はもう地盤改良してるから、劇場館も安全だっていうと一方で言いながらね、この大型がリングを設置するための設計だとやってる業者に、1億5千万をかけて、基本設計をやる。で、その中でね、こういう資料が来ましてね、この実際の、夢島の地盤状況ということでね、6つぐらいの層に分かれています。でその上、もう一つの部分、これは地盤沈下しません。その下の粘土層は地盤沈下します。その下の中接層も地盤沈下する。明確にね、委託をする場合は正確なデータは出さないので、業者に対してはこういう夢島の問題点を素直に出しているのかかわらず、この今度の IR の事件に対しては今後そういうことが起こり得ないというかね、そういう問題に乗り切ろうとしていますので、特にこういう、まあ他にもあるんですけど、とりあえず、まあ、今日のところ基本的な問題としてこのままやってきたのは必ず途中で挫折すると、それみたいということで、ね、まあ訴訟に参加させていただいて以上です。で続きましてですね、私は山田と申します。初めてこういう裁判の原告になって、なんか非常に思いがあります。まあ、これまでこの裁判所、裁判の傍聴にはですね、まあ、いろいろ何回も、まあ、やってきましたけども、まさか自分が原告という立場になって、こういう法廷に立つとは思っていませんでした。私は長らく35年間名古屋でですね、学生さんに教えてきました。まあ、専門は地方財政学、地域政策論ですけども、その頃名古屋でもですね、中部国際空港、まあ、セントレアというそういう空港の海岸部の地域開発に対して住民の方が住民訴訟を起こされたわけです。なんか20数年前になりますけども、その時は私は原告の住民 の原告の証人としてですね、名古屋地方裁判所で一研究者の立場で、まあ、証言した、まあ、40分か50分ぐらいですね、証言したことが忘れられないわけです。まあ、その時もいわゆる地方公営企業という、まあ、愛知県の企業庁という当時のそれの、まあ、財政問題であったんですけども、今回は原告としてですね、こういう大阪公安局のという、まあ、地方公営企業の財政問題に立ち向かうことになりました。私は大阪に来て、まあ、4年半余り大阪に転居してですね、だからあまりその前のことはよく分かってないんですけども、まあ、こういう自分の研究のテーマからしてもですね、こういう大規模開発に関しては非常に関心があって、まあ、名古屋の時も愛知万博とか今言った中部国際空港なんかにも関わってきました。
まあ、そういう点ではこの住民監査請求に参加してですね、その監査結果があまりにもひどいというか、まあ、合議不調は非常にこういう結果で、まあ、異例の結果なんですけども、後から言いますように非常に大阪市が、いわゆる反論、まあ、このぜひこの86ページのにわたるですね、このなんだ監査結果を読んでもらうと、そのうちの、かなりの部分が大阪市の反論にが、ここで展開されている、ぜひまた読んでいただきたいんですけども、そういう点で私長年教育財政を研究し、教育してきたものとしてですね、今回のIR カジノ、さらに万博の、に関する、夢島開発には、黙っておれないという、そういう点で、かなり年を重ねましたけども、大阪でこの問題に立ち向かおうということに、決心したわけです。で今も説明ありました、ちょっと見ていただきたいんですけども、これは昨年10月に大阪港湾局が撮影した、いわゆるその夢島一区、二区、三区、四区という、今夢島は四つの区域に区分されて、埋め立てられて今に至っております。1987年以降、廃棄物や浚渫土砂、建設残土で埋め立てられてきて、こういう状況になっております。で今回の住民訴訟はこの夢島三区という赤い部分ですね、三区と言われる IR 区域、49ヘクタールが主たる対象、また拡大の予定もありますけれども、この IR 予定区域49ヘクタールがこの訴訟の対象になります。で、要はですね、一言で言ってしまえば、夢島は今もありましたように超、高層建築物なんかを想定していない、そういうその軟弱地盤であるということは、もう業者 もう何回も語っておりますけれども、その軟弱地盤の埋め立て地に、無理をしてですね、巨額のお金を大阪市が公費として負担をして作るなんという、なぜ夢島なのか、なぜ万博が夢島なのか、なぜ IR カジノが夢島なのかというところが、まずは問われなくてはいけないと思います。そういう点で、そういう無理をしてですね、建物を作るもんですから、巨額の、あるいは底なしの負担がかかるという、だからそれはちょっと待てよというのが、この今回の住民訴訟の目的である、最初に豊中弁護士も言われたようなことであります。で夢島の IR カジノ予定地に対する土地対策は、いわゆる大阪市の公営事業会計という、まさに地方公営事業会計の債務負担行為によって実施されます。この3月議会に788億円の債務負担行為が大阪市議会で、僕も傍聴してましたけども、認められました。しかし、この基本協定書もこれですね、基本協定書を読むとですね、本当にこの第13条、19条の、何回も僕これ読んでですね、特にこういう788億円にはとどまらない追加の負担がかかるという、そういうことがですね、その とりわけ地盤沈下対策というのは、788億円には入っていない。これは基本的に IR 業者がこれを建物の建設と一緒にやると言ってますけども、でも大阪市が埋め立ててきたその地盤という工事が問題だということで、大阪市に負担を迫る可能性が非常に強いんじゃないかという。で大阪港湾局は土地対策費の負担があっても、夢島埋め立て事業は50数年後に収支回復と言ってます。またちょっと見にくいかもしれませんけれども、これは昨年12月8日のですね、大阪大規模事業、リスク管理会議というところで港湾局が出した資料であります。で要はですね、簡単に言えば夢島単独で言ったらですね、その50数年後、
2076年度以降、累積資金残高がプラスとなる見込み。2076年というのは今は2022年だから54年後ですね。54年後にやっと回復する。それまではずっと赤が積もるという。でそういうのを、まあ、ゲスト管理会議で一応承認されたからもう大丈夫だと思う。でも地方公営企業としてですね、あまりにも超長期のあれですね、まあ、非常にそれ自体も非常に不透明な資産であるという、甘すぎる資産であるということであります。でさっきも言いましたように、この監査結果は86ページ、まあ、非常に反論が17ページにわたって掲載されている。この監査結果がですね、こういうその大阪市のこの監査結果ですねに監査委員が4人が合議不調だと、わざわざこの結果 その署名にですね、大阪市が、まあ、特に IR 推進局が中心だと思いますけども、その反論しているという、まあ、ぜひこれお読みいただきたい、まあ、これが多分裁判でも大きな論争点になると思います。でこの反論のところにですね、結局788億円 の、まあ、負担による大阪市公営事業会計の財政的影響は限定的な範囲にとどまるし、万一収支に困難が生じたとしても一般会計から有利子の長期貸付により対応可能だとしています。簡単に言えば、そういう公営企業会計のがちょっと赤でもですね、なんとか一般会計からまた借り入れたら大丈夫だよという、そういうようなことが反論に書かれております。まあ、これは反論だけじゃなくて、リスク管理会議でもそういう、さっきのこの図はそういうことを前提にして、まあ議論されています。しかしもう一つだけ、この前僕たち夢島懇談会というところですね、大阪港湾局と何回も協議を進めて、この資料は間違いないか、現時点でも妥当するのかというふうに僕何回も確認したら、向こうの部長課長かこれは現在でもそういう状況、まあ、結局港湾局としては竹島とか そういう前島とかですね、そういうところの実客を、まあ、全部組にしたらなんとかなるよということを言ってますけども、基本的にはやっぱりリスク管理会議でも夢島のでの収支が大事だということを言っています。そういう点でですね、私の自分の専門の立場からこれからもこういう地方公営企業、とりわけ大阪市の公営事業会計がどういう問題を、絡むのか、夢島の財政リスクを、まあ、私の立場として全国あるいは専門家の一人の立場として、この住民訴訟を通じて明らかにしていきたいという、まあ、そういうので、まあ、私の話を終わりたいと思います。原告の黒田です。今ですね、大阪公安局と IR 推進局が夢島の土壌改良に多額の税金を投入する理由としては、ここは年間2000万人が訪れる大阪の経済成長のエンジンになる国際観光拠点だから、特別な場所であるから特別扱いとしても法律違反にはならない、そういう説明をしているんですね。しかしこの IR 計画自体が内部ともにかなり厳選しておりまして、新型コロナウイルスの前までは海外に富裕層を呼び込もうという話だったんですけれども、今の計画では国内客が大半ということになっています。マイスの規模は当初計画よりかなり縮小してまして、とても日本最大規模と呼べるものではありません。で、まあ、土壌についても大阪市はここは大きな地震が来ても液状化はしないと言っていたのが、事業者が土壌を調べたらやっぱり液状化するらしい、だから公金を投入してね、土壌改良するんだっていうことになったわけです。でかなり計画のあちこちが場当たり的に変更されていて、この状況を見ますと、まあ、年間2000万人の来訪者があるとか、カジノの払いが年間2000億円以上あるとかいったようなことが本当に信用してもいいのか、大阪府と大阪市に何百億円のカジノ税が入ってくるんだ、住民に説明しているのが意味かと申しではないのかということを考えざるを得ないと思います。
で、その IR 推進局は情報公開請求しても黒塗り文書しか出さないというのは皆さんもご存知と思いますけれども、この2月15日に締結した基本協定ですら正式には公表しなかったんです。今この基本協定書が世の中に出回っているのは水面下で流出したからなんです。でも公金を投入すると決まった以上はやはり誘致計画っていうのは白日のことに進められなければならないと思っています。ですのでこの住民接種を通じてこの有明計画が本当に地元の大阪に富をもたらして住民生活を豊かにしてくれるものだというのが本当なのかどうかその点も明らかにしていかないといけないと思っています。確かなんですよ。はい、そうです。皆さん、一応今ので我々の方でご説明したい部分は述べさせていただきましたので、特に質疑応答をしていただけたらなというふうに思います。そう、聞いていただきました。すみません、ありがとうございました。幹事の私の松浦です。確認なんですが、原告の本名は住民性監査請求人と全く同じ5人ということでよかったですか。はい、そうです。住民性監査請求したのも5人。同じメンバーで、それぞれお名前出していいのかというのと属性とか大阪市に住まれる何歳とかそこら辺のことについてはどういう整理になっていますか。名前は全員フルネーム実名で、大阪市民しか住民が整理できないので、はい、大阪市内在住にちょっと年齢とか生命バックとか必要になってくると思うので、発表終わったタイミングで先ほど整理させていただければと思います。年齢必要。まあ、嫌だったら、はい、まあ、嫌だったら。そこは、じゃあ、会見を終わります。あと、もう一点ください。市の土地対策で市が788億円支払うことが決まっているということがあると思うんですけど、それがすでに地方財政法だとか地方自治法だとかに違反している認識ということでしょうか。あ、もうそれはもう一貫して、はい、すでに違反しているから、はい、っていうことだと思います。まあ、まだ決まっているというのがまだ契約自体は締結してませんので、あ、うん、の基本協定書はありますけれども、はい、そこら辺はそれを止めるということで締結前に締結しないようにっていう差し止めをそういうことです。ただ予算としては承認ですね、2回の議決は得ているという状態ではあります。分かりました。幹事から以上です。各社様お願いします。すいません、毎日放送の清水と申します。ちょっと先生にお伺いしたいんですけど、一応確認なんですが、今回被告は裁判上はその大阪市長と大阪公安局長というふうになっているんですけど、まあ、先ほどの説明で言うと引っ込めてその大阪市に対し訴えを起こしたという言い方はこれは現行の問題ないんですか。いや、なんていうんですかね、その行政法の議論だったら行政法の議論になっちゃうんですけどね、要するに行政庁としてはちょっと独立してるんですよね、公安局長と大阪市長というのはね。ただ行政主体としては大阪市ということで一つなの で, でただ裁判的にはそのちょっと 行政庁を相手に被告にしなきゃいけないので、でまたその途中で被告変えるっていうのがね、結構出訴期間の制限とかあって結構ややこしいところがある。特に行政訴訟特有の問題なんですよね、あるんで、だからまあ両立てにしたということで、ご質問の趣旨としては、まあ、単純に大阪被告は被告と言ったら間違いになっちゃうけど、うん、大阪市を相手にということではまあ間違いない。わかりました。ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。すいません、 ABC です。ちょっと事務的な確認ですが、皆さんテレビ上顔とお声はそのままで大丈夫でしょうか。大丈夫です、ね、ありがとうございます。そうですね、個別に質問があったら終わった後でもう構いませんので、もう特に今ご質問なければよろしいですか。皆さんね、すいません。共同通信の平山です。今国の方で定期整備計画審査中なんですけど、皆さんの方で国の方に何か要望とかですね、
働きかけをされるご要件というのは、原告団として働きかけっていうのはないですけれども、いろいろ働きかけてる団体もありますので、そこを例えば何に一緒に行動するとかっていうことは今後あるかもしれないですね。まあ、我々も横浜の事例を注視してまして、横浜からも教えてもらうことの中で、まあ、そういう必要があれば原稿団としてもするかもしれないし、それはまだこれから先の話です。先にその認可が下りてしまうとですね、この裁判そのものが意味があるのかというのが困るので、それは注意しながらやっていきたいと思います。特に働きかけるかどうかは別としまして、国が認可するとき のいろんな項目がありますね。その中に地元住民の合意であるとか、IR 事業者と地元との良好な関係が築かれているかというような審査項目があるんです。だから私たちがこういう訴訟をやってるってことが、やはりその審査にもね、考慮されてほしいというか、地元はこういう状況だっていうことを審査する側の国もね、分かってほしいなっていう思いは、やっぱり訴訟をしている意味としては考えています。その点では、その一連の署名は20万近い、あるいは20万超えるか20万近いですね、署名を集めた、その自民党票を求める、あの署名運動とも、まあ、中身としては、まあ、多分思いが重なっている。今の先ほどの話で言うと、実は人気が下りなければですね、もうできないから、まあ、そういう意味ではもうそうすると、まあ、結局この訴訟逆走になれば、逆に言うとこの訴訟の意味はなくなるっていうのはなくなるんですけれども、一番やっぱこの訴訟はむしろその人気が下りたとしてもですね、この、その契約締結行為あるいは支払いは違法だということが、まあ、裁判の目的なので、そういう意味では関連してますけど、ちょっと分野が違いますよね、認可の議論とか。毎日新聞の山本と申します。本日ありがとうございます。豊永先生に伺いたいんですけれども、まだまあ、訴状を出したばかりで、争点の整理とかっていうのはこれからになるので、ちょっと縮小そうかもしれないですけども、今後のその立証の、なんていうんだろう、訴訟戦略といいますか、まあ、例えばその、まあ、土壌汚染に関しても、この金額が妥当性がどうなのかというところについて、立証していくのか、そうですね、立証と、まあ、当然立証ということになるんですけれども、まあまあ、むしろ 立証しなければならないのは、むしろ大阪市の方ではないかなというふうに考えております。監査結果見てもですね、いろいろ試算とか出てるんですけれども、じゃあそれの裏付けとなる資料っていうのはどういったものがあるのかというのは、もうここにいるその原告の皆さんも別にこの問題昨日今日始めたわけではなくて、前からですね、公安局と接触したりとかでいろいろ情報を集めてるんですけれども、まあ、これ一体何の根拠にしてるのかなっていうのはちょっと全然わからないような状況です。でまた監査結果の中身見てもですね、どうもこういう資料があるんじゃないのかというのはやっぱりいくつか出てありますので、そういったですね、その情報を、まあ、いかに、まあ、情報公開請求あるいはその裁判を通じて出させていくのかというところが、まあ、そのまず争点整理に行く前にですね、非常にちょっと大きな部分になってくるんじゃないのかなというふうには思っております。結局本当にどういう政策決定のプロセスを経てですね、このような大きな判断がなされたのかというところがですね、あまりこう我々が調べている中での、その客観的なその、資料とかですね、データの積み重ねで判断されたのかというところがどうも見えてこないというところで、多分そこは原告の皆さんも同じ思い、同じ意見を抱いていると思いますので、まあ、そこがやっぱり一つの取っかかりです、取っかかりになっているんだろうなとは思います。やっぱりちょっと関連して、私も住民監査請求というか、の前にですね、かなりその情報公開請求というのを
大阪市港湾局 IR 推進局に対してやってきたんですね。もうこちらがもう本当にしつこくもやって、まあ、しぶしぶ情報を出してくるというか、まあ、別にあの隠す必要ない、さっきの基本協定書なんていうのは本来その全文をね最初から出すべきなんですけども、最初は本当に概要しか出さないとかね、まあ、こういう形で非常にあの隠すというか、でそのまあ、僕が情報公開請求で得たそういうあの IR 業者と事業者と大阪市、特に IR 推進局との交渉の経過なんかをまあ入手したんですけども、それ見てもですね、非常にあの、まあ、その IR 業者からかなり、まあ、あの言われて公選と撤退してますよとかですね、まあ、一種の脅しをかけられて、で結局事業者、まあ、言いなりの、まあ、788億円、またそのプラスアロハの方が僕大きくなると思いますけども、まあ、そういうものを、まああのまあ、大阪市が情報を重ねていた。最初は大阪港湾局もかなり抵抗してたんだけども、結構 IR 推進局あるいは松井市長に押し付けられたという、そういう経過が非常によく分かるわけですね。そういうあの経過、そういうことがですね、この監査結果を見てもですね、全く、ま、全くじゃないんだけども、ほとんどですね、あのそういうあの経過が書かれずに、最初からその土地所有者の責任として大阪市がその IR の用地を整備するのは当然なんだという、そういうあなたたち、これは監査請求した人間が間違ってるんだというな、そういう決めつけをしている、本当になんか非常にあの、まあ、居直りといいますか、開き直りのですね、こういう文章になっているのが僕一番腹立ってですね、いるという、そういう点では、まあ、そういう僕がこの原告になったのも、そういう、まあ、腹が立つということですよね、まあ、大阪市民になって、こんなことも許せない。許していいのかという思いがまあ非常に強いと。それともう一つやっぱり、僕は本当に IR 業者というのはずっとこれあの事業を進めるのかどうか、普通の 民間の会社の感覚だったら、ビジネスモデルだったら撤退しますよね、本当に。まあ、だからそう、ああいう撤退の条項あのを、まあ、受給状を作ってるようなもんですけども、本当にこれ本当にこのままあのできるのか、まあ、特に三十何年間もあのそういう事業が続くとは思えないような、そういう事業じゃないかということも、まあ、ちょっと感じております。まあ、そういう点で、まあ、あの私、まあ、原告というの立場でこんなこと言っていいかどうかわからないけども、この事業というのは本当にうまくいくのかどうかというのは非常に不透明であってですね、だから、まあ、国の認可も含めてですね、まあ、どうなるのかというその、まあ、非常にクエスチョンマークが多い事件だと考えますけど、話を整理していて、その、まあ、あるはず の, その文書を開示してもらえないっていうようなあの感じなのかなと思いまして、うん、必要であればこの住民訴訟と並行して、例えばその市に対してその文書開示請求 の, なんかその裁判を別途起こすとかっていうこともまあ、場合によっては考えられるもちろん手段としては、というか基本的に行政訴訟をやるときには情報公開請求もですね、並行してやりますので、はい、当然情報公開請求も必須ということになるとは思いますが、ただ裁判やるかどうかみたいな話で言うと、裁判やるよりは裁判所通じて開始させた方が早いかなというですね、実践的なところがありますので、まあ、それはまあちょっと訴訟の成り行き次第かなというところです。であと1点、先ほど の井上先生 の, 方のご指摘にもあったんですけど、今回の788億円の中に、そもそも地盤沈下は含まれているのかというです、ね、ちょっと重大な疑念がございまして、これ見る限り、監査結果見てる限りは、ね、決まらじゃないんではないかというふうに、ちょっと我々は考えています。そうすると、その点は全くの空白になっているというところが、やっぱり大きくて、そこら辺をそこら辺がですね、まあ、我々としては大きな項目として、まあ、一つ一つの項目の問題点はあるんですけれども、大きな項目の一つ、あるいはその算定の甘さという意味で、やっぱり地盤沈下が非常にちょっと契約書なんかを見ていただいたら分かるんですけど、非常に曖昧な形で済まされているというところが一つのミソではないかなと思っています。こんな感じでよろしいですか、ね、はい、なのでこれは明確なんですけど、先ほど言いましたように、
同じような条件でありますけど、夢島に行くの万博の部分、これはもう人を捨ててせないといけないからね。これはもうすごいメインの移動ルートですので、安全性の問題があって、それを設計たくしてるんですよ。その中で、こういう資料を業者に渡してたんですよ、万博業者ね。そういう中で、やっぱり地層をやっぱり正確に設計たくしてるわけですから、データを渡さなきゃいけないということで、こういう業者を渡してるんですけど、今問題となってるのは、埋め立て層というのは、浚渫土砂とかね、それで埋め立てた部分、これ大体二十数メーターの幅なんです。その下に中石粘土層というのは、元のブヨブヨの部分、これも16メーターぐらい、もうその下にまた鉱石層があって、ところが今回、地盤改良で出しているのは、その埋め立て層、24メーターの部分、大阪市が埋め立てた部分のみに、こういう責任を持ちますよということで、改良もですね、この埋め立て層の地上から25メーターの部分だけを今度改良するんだ、その予算がないと、報告で、この先言いましたね、IR 事業者が認識しているその下の根本的な地盤沈下などについては含まれてないんです。だから必ずそれを不問にしてこの事業が進むかどうかというのはね、絶対そういうことはありえないです。WTC ビルあるでしょ、あれがどういう形で建設されているか、今 WTC もこれ破綻しましたよね、市長を持ってくるのが安全の問題、これはその時に判断資料になってくるね、60メーターぐらいまで杭を打ち込んでるんです、400本、4年間かかって WTC ビルを作ってるわけです。それよりも不利な条件なんですよ、イメージまで。だから必ずこういう超高層ビルとか、ああいう会議室とか、爆地場とか、カジノなんかルーレットをやられるから、ちょっとでも沈んだら悪くなりますからね、厳密な建物を建てる場合、必ずこういう杭を震度まで打たなきゃいけない、常識的な、こういうのは大きく入ってないんです。だから今のままで言うと、もう東に、普通のあったのを建てるような状況の地盤、回路しか知ってないんでね、これも都市部の専門家が全部おっしゃってます。だから今おっしゃられた必ず問題が出てくると、そこでそれは事業者がやるのか、大阪市がまた追加で出すのかというの、この協定書の中身を見れば、ね、こういう問題が出てきた場合は当然大阪市が協議してやりますということを書いてますからね、ノーと言えませんから大阪市やらなきゃいけない、そういう必然的に青天井になってくるということは明白です。すでにね、もう出てきてるんですよ。今夢島のトンネルをしてる中で、ね、この前1月の時点で予想外の地盤沈下が出てきたということで、もうすでに96億円の予算オーバーしてる提案をしてるんですね。その中で言っているのはね、地盤その今作っているトンネル自身が予想以上の沈下して、トンネルする場合それ邪魔になって削るっていう予算とかですね、シールド工法をやってる中でメタンガスが出てきた。これメタンガスは出てくる土地じゃないんです。メタンっていうのはご承知のように炭素が入っていて、でかなり高濃度のね、こんなのが出てきてる。これと沈下燃料によるシールド範囲の地中障害物、これも予想以上の沈下と、もうすでに予想以上の沈下が出てくるわけですよ、もうやる前からね。だから間違いなく IR を予定しているところでもこういう問題が出てくるだろうというね、これも客観的に今までのデータを見れば絶対にそういう IR 巨大建築物を集客してると作るような土地じゃないということを待っているわけですからね、必ず事後出てきます。その場でノー言えないと、なぜかというとね、もう一つ申し上げたいので、本来でしたらこういう設計を工事やる場合、主体である大阪市は設計をして入札をして安いところを入れるでしょう。ところがこれ超難易難しい工事なので、特殊な ECI 方式ということでね、調査から設計から施工まで全て一元的に
そういう能力を持ってる天地具合に任せるということをやってるわけです。だから全て出てくるのは公安局が調べた結果じゃないし、事業者が仕事をやり出していろんな問題が発覚する、そういうシステムとってますんでね。特殊なこれ自身がもう契約工場違法ですと許されるのはね、大災害が起こってもう緊急にもう理由なしにすぐ復旧さなきゃいけないという場合は、国土交通省はこういう契約をしてくるというのがこの石屋方針、それを流用しているんです。超難しいところで IR とかバンカーをやると決めたゆえにですね、その技術を及ばないような行為をやらなきゃいけない。だから全て業者に任せざるを得ないというね、そういう工事施工の方針を採用してるという、これもまあどこまでやれるか分かりませんけど解明していく必要がある内容です。あ、よろしいですか。読売新聞の林です。豊永先生にお伺いしたいんですけど、はい、さっき訴訟上で、まあ、いろいろとこうなんか文書出させていくのがいいっていう話あったと思うんですけど、文献とかそういうのをされる、まあ、そういうのもまあ一つ考えられますが、まあ基本的には裁判所の訴訟指揮でですね、まあ、動いていただくのがまあ一番、まあ、早いし妥当かなというふうに思ってますが、まあ、もちろんその時に僕ら裁判所的には文定をやりつつ裁判所の訴訟指揮を求めるというような形になると思います。その法律的に言うとその文定とかやっぱ法律の要件とかいろいろ出てくるので、あともう一点ですか。で契約時期がある程度差し迫ってると思うんですけど、はい、これでその、まあ、仮執行とかついてないと思うんですけど請求の中に、はい、そこら辺その訴訟スピードとしてはどういうスピードでやってもらうってことは考えておられるんですか。まああれですね、まずその行政訴訟なんで、その開始以降とかっていうわけにいかないので、民事訴訟とは違うという前提でですね、まあできる限り、まあ、早く、まあ、裁判所の判断をいただきたいというところは当然あるんですが、ただまあ、ご承知のようにまあ、かなり単純な法律論ではなくて実関係がかなり複雑ですし、まあ、膨大になるので、まあ、なかなかその訴訟審理としてはですね、軽々に判断されるよりは、まあ、じっくり判断してもらった方が、まあ、いいのかなというふうに、まあ、思っています。まあ、ただこれは、まあまあ、全体的にはもうちょっと裁判所と協議しながら決まっていくところかな。でそういう意味で言うと、まあまあまあ、もう一つはちょっと実際の契約の締結時期についてはですね、予定その基本行政書に書いている予定通りに行くのか、まあ、もうちょっとずれ込むのかと、まあ、いう話もあるので、まあ、そこら辺との睨みか、かなということと、もう一つはですね、まあ、その全ての請求の趣旨がちょっとその契約の締結がもしされちゃった場合ですね、全ての請求の趣旨が、まあ、維持できるかどうかと、すべての請求の趣旨を維持できるかどうかちょっと難しいんですけれども、ただ一応今回金銭の支払いの差し止めを入れているので、まあ、それはまあそのまま維持されるかなと、要するに、まあ、そういう意味ではその契約自体が違法無効であってこの資金を出してはいけないという意味での、まあ、差し止めの部分が残るかなと。で、まあ、で場合によってはその他の請求の趣旨についてはもし、まだ審理が続いてた場合ですけれども損害賠償請求とか、まあ、実際にお金が出たら損害賠償の話になりますので、ね、そちらの方に切り替わっていくのかな。なるほど。それは趣旨変更をその訴訟内でやってしまうことが可能だっていう。そうですね、はい、まあ、なかなか請求の趣旨を変え、行政訴訟で請求の趣旨変えるって結構難しい部分、難しいところあるんですけど、うん、まあ、おそらくそれはいけるだろうな。まあ打ち上げ話的に言うとそういうこともあるので、まあ、大阪市長も含めてますし公安局長も含めているというところですね。まあ、そういうちょっと将来的なことも睨んでという。ただちょっと実際のちょっと訴訟進行はこちらで勝手に決めるわけにはいけないので、その点はちょっとそれを踏まえた上でのちょっと回答ということでご理解いただいたらなと。その原告としては、まあ、要するに訴訟審査、まあ、裁判所はあくまで訴訟指揮ですけど、まあ、要するに、契約までに判断してほしいみたいなことを要望、裁判所に訴訟指揮として要望するみたいなことは考えてないということですね。後から請求の趣旨変更で対応するっていう。いや、だから先ほど言ったように契約の時期がね、
いつかっていうのがちょっとなんか今我々が聞いてる情報ではもう少しずれ込みそうな感じなので、うん、あだからちょっとそこはまあ当然差し止めなんでね、立て付けとしては契約前に止めてくれということであることは一貫してます、はい、ただ実際のところちょっとどうなるのかっていうのはちょっとそうそう単純ではないんだろうなというふうに。これで一旦終わりにさせていただきます、はい、ありがとうございました。すいません、入手でお願いします。あ、いい、ありがとうございます。